って、エンカウントするかと思うので1分ぐらいかなっていう感じですね、全体のロスとしては。はい、で今回のレギュレーションでいうと、グリッチド、まあ、バグが使ってよくて 2% エンディングまで到達すれば良いというレギュレーションになるんですけれども、まあ、もしかしたらねポケットモンスターダイヤモンドパール遊んでる方も多いかなと思うんですが、有名な、まあ、謎の場所と呼ばれるところに、突入をとある方法で突入して、そのままエンディングを、まあ、一種のエンディング呼び出しみたいなもんですよね、うん、まあ、に近いんですかね、うんうん、っていうのを、まあ、やっていくということでございます。そうですね、はい、ただその謎の場所は基本的に知ってる方だったらなんかポケモンリーグの最後の方まで行かないといけないものだと、うん、まあ、一般的に知られてる方法だとそれしかいけないんですけど、波乗りバグってやつで ね、 そうですね、なんかこう四天王3人2人か3人ぐらい倒してゲートのところに行くと四天王の中で波乗りができるっていう ね、 そ, うですね、それを使うと、まあ、2人ぐらいトレーナー倒さずに殿堂入りできちゃうみたいなバグが、ね、あるんですけれども、それとはまた別の方法でね。なんでずれたんだろうな本当に意味がわからない詳しい僕そんなに詳しくないんですけど、全く乱数がずれないところでゲームを止めているはずなんで乱数の消費が余分に行われたはずじゃないんですけどね。僕もそう思うんだけど ね、 ね、なぜかずれた、ね、ずれた、うん、まあ、ずれちゃったもんはしょうがないんで頑張ります。そのまま進みましょうということで、トレーナー戦ですね、回避できないトレーナーはこうやって戦闘していくんですけれども、このムックルが今回の1時間の中で一番強い、まあ、間違いないですね一番最初の戦闘なのに一番強い、間違いなく一番強い、間違いなく、あーくそ、あー攻撃力下がりましたね、鳴き声されました。敵の攻撃は体当たりと電光石火と鳴き声ですね、あ攻撃下がった、これあと5ターンぐらい5回ぐらい攻撃しなきゃいけないですかね。電光石火は電光石火が6ダメージも食らうんですね。でこっちの比較はもう相手に対して大したダメージ与えられないんで、このゲームは急所に当たるという制度がシステムがありますので食らうと2倍ダメージ食らうので、電光石火食らうで急所当たると12ダメージって形になるんですが、残りますね、まあ、泣き声でこれ体当たりされて次電光石火急所当たったら負けます。電光石火やめて、オッケーオッケー、あ来なかった、せー、危ないということで、まあ、まず一番ヒヤヒヤする戦闘をこれで超えました。冒頭何所超えました、よかったよかった。で今の能力値でこの彦皿は最低でも乱数調整を狙ってるものを引けていることは確定したんで。ちなみにこの今回の乱数調整の一番の目玉、どこに焦点を合わせて乱数調整しているかというと、そうですね、基本的にポケモンの特にこのタイプだと一番最初のジムが岩タイプなんですね、まあ、ほとんどの世代がやっぱり岩タイプなんですけど、そうですね、でその時にこのポケモン炎タイプなんですね、なんで岩タイプに対して、打点を持ってないんです。有効な技がない、比較下の岩タイプに対して効果今一つで、火の粉っていう、炎タイプの技これから覚えるんですけども、この戦闘が終わったらそれも結局効果今一つなんですね、なんで打点がないんですね。なんで普通はめちゃんこレベルを上げて気合で勝つ、まあ、進化させると勝てるようになるんで、そうですね、進化させると格闘タイプがついてもハパンチを覚えて抜群取れて勝てるんですね、そうですね、乱数調整を使わない方法でやると一般的にはレベル上げて儲かざるにして、まあ、ハパンチで戦うっていう形を取るんですけど、道中ですごい技がね手に入っちゃうんですよね。そうですね、でもそれが故に乱数調整してると言っても過言じゃないですね。そうですね、もう圧倒的に圧倒的な強さを、そうですね、持つということで、この彦猿が今回は主人公ということで、まあ、こちらもぬいぐるみの方も準備してきましたけれども、でも回復しましょう、もう本当はここで回復できないんですけど、猛火で倒したいところだよね本当はね、回復して、いやでも猛火でも耐えちゃいます次のポケモンは。あーもう本当はこれも全部エンカウントしないんですよね本当はね、コリンクでこのぶちゃけこんな喧嘩してる段階で予定タイムに収まるかっていうと結構厳しいところが、予定タイムがどんどん威嚇で、これちょっと時間も持ってかれて、ちょっと今度詳しい方になんで、え、なんでよゼロ本演歌は珍しい、ほとんど本当にもう聞くね、面白い視聴者さんにこう面白いアピール、僕は時間がなくて焦ってます
ということで、3人目のトレーナーですね。で、本当はさっき HP6 あったんで回復しなくても、大丈夫なんですけど、まあ、攻撃が急所に当たるとポケモンは急所って概念があって、まあ、通行の一撃みたいな感じですね。2倍食らうんで、2倍食らうんで、そうすると死んじゃうんで、うん、回復しておきます。2ダメージですね。2か3ダメですね。2か3だ。なるほどなるほど。でポケモンのアレティア、特に乱数調整するやつはもう敵の能力値もこっちの能力値も全部固定になっちゃうんで、もう全部覚えちゃいますね、ダメージの感覚とかは。そうですね、どれくらいのダメージを食らうみたいなのがもうすでに全部分かってる状態なんで。そうですね、事前に計算してあるんで。さてここで、本来ストーリーには必須じゃないんですけれども、トレーナーズスクールの中にいる、トレーナーと戦いに行きます。先ほど言った、一番最初のジムですね、岩タイプなんですけれども、その岩タイプに対しての打点がないので、技マシンという道具ですね、ポケモンの技を覚えられる道具があるんですけど、それを今右側にいる、トレーナーと戦うことで入手することができますので、戦っていきます。こちらケイシーですね。で、物理、耐久は低いので、引っかくを使って、ね、倒していきます。キノコを使うとちょっとターン数逆にかかっちゃうと。かなり珍しいですね。普通はキノコの方が火力が出るんでこっちの方がいいんですけど。さあ今使ってきましたこの技、目覚めるパワー。目覚めるパワー、なんだこれは。なんです、目覚めるパワーって。目覚めるパワーってなんかかっこいい。かっこいいですね、名前がかっこいい。それなりに食らいましたね。しかもそれなりに食らいましたね。威力いくつぐらいですかねこれ。どんぐらいなんですかね、うん、ぶっちゃけケイシーの特攻が高いだけみたいなのか。ケイシーの特攻が高いだけは普通にある。うん、多分ぶっちゃけ多分こっち30なんじゃないかな。威力105とかあるからね。進化して何も関わらず普通に強い。でさっきは引っかく2回で倒したんですけど、まあ、レベルが上がった関係で、引っかくと火の粉を1回ずつ倒すようになります。で引っかくよりも火の粉の方が文字数が少ないんで、火の粉は挟んだ方が絶対に入る。引っかく攻撃、この引っかく攻撃の4文字分が火の粉にはないわけですね。火の粉で終わりなんですね。火の粉の3文字で終わりますから。あ、しかも猛火には入ってない。お、短い、テキストが短い。そうですね、こういったところが大事です。こういったところエンカウントしてるけど、こういったところが大事です。ポケモンの RTA こういったところしかもう短縮要素がもうないので。そうですね、はい、こういう細かいところまで気にしていきます。さあ手に入った技マシン10、この後もなんか強敵が出そうな。そうですね、イメージがするんですけど、ちょっと回復しといて。回復しといて、ちょうど今もらった。ちょっとなんかさっき敵が使った技強かったんで覚えさせます。強かったんで覚えさせましょう。はい、挑発はいらないでしょ。まあ補助技なんでね。そうですね、うん、RTA に補助はいらないです。補助技は基本的には使わない。でここにおじさんがいると。このおじさんはちょっとまあイベントですね。そうですね、はい、ポケッチというとても便利、まあ、これ本当に、ダイヤモンドパール当時プレイしてた人たちはすごくお世話になったんじゃないでしょうか。そうですね、ポケッチ自分もめちゃくちゃお世話になりました。卵の負荷、普段の癖で乱数調整がもう失敗してるのにその動きをしちゃうっていう。で本当は乱数調整してるとこの辺の動き全部一本もミスれないんですね。一本もミスればちょっと語弊があるけど、まあ、大体一本もミスれなくて、うん、その動きに僕はあまり慣れてるんで何もなくてもその動きをしちゃうっていう。今もう崩壊してるんで何も関係ないんですけど、このマップの中にいる、NPC ですね、キャラクターたちの動きが一定になるはずなの で、 そうです、ね、こちらの歩くールートを固定して、その NPC たちの動きも固定化させると、そういう風な、動きを本来はしてた。そう、本来はしてます。さてこれライバルといえば、そうなんですね、ライバルって自分と相性が悪いポケモンが出てくるっていう。そうですね、ちょっとオープニングカットしちゃってあれなんですけど、うん、あのポッチャも使ってこいつは手に入れてるんですよね。ムックルレベル7はちょっと高いですけれども、こっちはレベルが高くなってるんで。鳴き声ダメ、鳴き声ダメ、オッケー。大丈夫なんですかポッチャマ。ポッチャマは大丈夫なんですか。ポッチャマちょっとやばいですね、うん、打点があるか不安なんですけど。打点があるか、
引っかくも大してダメージ当たらないし、あ、そういうとこだよ。電光石火は先制技なんで、今みたいに単に打たれると余分にダメージも食らうし、テキストも出るっていうムカつくあれですね。大丈夫、ポッチャも大丈夫、水鉄砲ハイドロポンプとか打ってくるんですよ。ハイドロポンプはもう避けますね。卵技でハイドロポンプ覚えてる感じね、このポッチャも。大丈夫、いや、避けろがあるんで。ああ、なるほど、避けろがある。引っかくってみましょう。あ、引っかくって全然効かないじゃん。全然まずいまずいまずい。あ、鳴き声だから優しいけど、これまずいって、まずい。これはヒギを打ちましょう。え、とりあえずヒギ、目覚めるパワー強い。これは強いですね。これですよ。自分はね、乱数調整つかないんで、これ引っかく何回も何回も打つんですよ。もうそれまでの間にハイドロポンプが飛んでこないか怖いんですけれども、持ってません。そうです、ハイドロポンプはありません。目覚めるパワーの説明簡単にしまって大丈夫ですか。目覚めるパワーっていうのはですね、ポケモンの個体値という、ステータスを参照しまして、各 HP から素早さの6種類ステータスがポケモンにはあるんですけれども、全部で32段階ですね。0から31の32段階ステータスが、割り振られています。その割り振られている数値を参照して、技のタイプと威力を計算して、この目覚めパワーという技の技と威力タイプにしているということで、ちなみに今回のヒコザルの目覚めるパワーはタイプが草で、威力いくつなんだっけな、威力がかなり高い最大が70になりまして、60いくつか、ぶっちゃけ、うん、まあ、問題がないことを知ってるんで、倒せるターンが変わらなければ、ね、そう、倒せるターンが変わらなければ、まあ、その細かい数値まで覚える必要はないんですけれども、まあ、非常に高い、数値を歩く必要ないからね、調整。あ、本当。もうやんね。そう、今の調整だと歩くんですけど、はい。みんなこれは草って言われますよ。これは草。コメントに目覚めるパワー。すごくない？なんか演歌全然しないんだけど。で、ここにもしかしたら調整があるのかもしれないですね。あ、した。いや、このね、黒金炭鉱のエンカウントに関してはちょっとね、まあいろいろあるとは個人的にも思ってる。なんかね、エンカウントしやすい時としづらい時はあるんで。ちなみにこのポケモン猿じゃないですか。そうですね、猿です、ね、猿といえばなんかこの今回の RT in Japan でもいっぱい出てきてましたよ ね。猿といえば僕はやっぱりドンキーコングとディディーコングをよく思いつくんですけど、うんうん、あ、ドンキーといえば今回もプレイなされている方もいて、そうです、ね、ドンキーといえば、ドンキーといえばバナナ、バナナということで今回準備させていただきました。そう、バナナ。ヒコザルといえばこちらはポケモンなんですよね。ヒコザルに持たせておきたいと思います。頑張れ頑張れ、持て、一応回復しよう。ちょっと、ね、非常に微妙なバランスで可愛い。よいしょよいしょ。僕も解説することないんで、こういう小物セッティング係なんで。よし、ちょうどいたじゃん。どう、これでコザルポケモンのヒコザルも随分パワフルになってくるんじゃないですかね。よし、これでね、ポパイのごとく強くなってもらえればいいかなと思うんですけれども、大丈夫ですか。これで1番目のジムでございますけれども、ヒョウタ、岩タイプの ジムリーダーということで、出てくるポケモンは石つぶてと岩アクとズガイドス3匹ですね。そうですね。で、石つぶてと岩アク最初の2匹は草タイプが威力4倍なので、しかも特殊防御が低い、物理耐久は高いんですけど特殊耐久は低いので、この、目覚めパワーで一撃と。そうですね、これがなかったら全く打点がないんでどうしようもないんですけど、目覚めるパワー草のおかげでもう相手を殲滅できます。もう1番目のジムリーダーなのに弱いな、草生えるわって感じで。本当はめっちゃ苦労するんですけどね。めちゃくちゃ強いからね、普通に目覚めるパワーなしでやると。はい、しかもさらにこれはメザパ草を調整するだけじゃないんですね。能力値もめちゃんこ強いんですよ。そうですね、能力値もめちゃくちゃ高く、でこの子はすごく素早さを高くしてあるんですね。なんでこのズガイドスがものすごく素早さが高いんで、本当は抜かれる、つまりその向こうに先制されるはずなんですけど、こいつが先制できるんですね。これはもう普通だと起きないは言い過ぎだけど、まず起きないですね。うん、オッケ
ポケモンのそうですね、ダイヤモンドパール、まあ性格というものがあったりですとかいろいろ細かいのがあるんですけれども、いわゆる今回やってるダイヤモンドパールは第4世代と呼ばれる DS の最初に出たゲームで、ステータスの計算には、まあ、性格とあと個体値があるんですね。で性格は全部で25種類あって、攻撃が 1.1 倍になって防御が 0.9 倍になるとか、あそういうのがあるんですけど、今回使ってるヒコザルは素早さが上がるのかな。そうですね、素早さ上がって特防を下げてる、防御下げてる、特防下げてる。無邪気どっちだっけ。無邪気、無邪気はどっちだ。無邪気か石化とか、なん耐久下げてるんですね。攻撃と特攻の方は使いますので、という形のヒコザルの方を使っているということでございます。でやっと演歌から逃れられるんですね。ポケモンは RPG と一応言っていいと思うんですけど、すごい珍しくて、エンカウントを全く、まあ、条件はありますけどなくすことができる、とてつもないやつがあります。とてつもない道具がありますね。虫除けスプレー、無邪気は D より下がる、 D 下げ。ありがとうございます、コメントの方見て。すごい細かいですけど、今この列に主人公がいるとこのライバルの NPC の動きが少なくなるので、いいですね。早速使います。虫除けスプレー使います、戦闘のポケモンよりもレベルが低いポケモンですねは一切出てこなくなるという、道具になっております。で今ヒコザル1匹で進んでいるので、ヒコザルに今までの戦闘の経験値が全部集まっていますので、ヒコザルのレベルはここら辺の野生のポケモンなんかよりも全然高いの で、ね、まあ実質上、まあ、一切エンカウントをしなくなると、そういうことになっております。ここダブルバトルですね。隣の男の子は活躍してくれるかな。活躍してくれないと困るんですけどね。この戦闘は結構クソで、このナイトル実際はあんま活躍しないんだよね。ナイトルがいい行動をしてくれないと困るんですね。でケミオスは火の粉が効果抜群なんでワンパンできて、このズバットに対してナイトルは体当たりを打たないといけないんですね。そうじゃないとすごくロスるんですけど、打ってくる確率、まあ五分五分なんで、オッケーオッケー。あとこのズバットが吸血をナイトルに打つのもめんどくさいですね。体当たり打ってくれました。オッケー。そうするとキノコで倒せる、倒せますね。スイートルって技をもう一個って、持ってて、スイートルをしてくるとキノコで倒せなくなって余分に時間がかかると、うんうん、スイートルは効果が今一つだったのと HP を吸収したっていうテキストが出て、かなりだいぶ長くなるね。というレベル14になりましたので、ここで進化ということで、それはマジダメ。それはマジダメ。これ押したらもうリタイだから。もう1レベル上げようよ。それはねダメということで、ポケモンの、目玉ですね、一定の条件を達成するとポケモンが進化するということで、ヒコザルがモカザルになりました。もうメザパいらないです。メザパはいらない。活躍したのにな、もういらない。活躍したんだけどな。マハパンチです、威力40で格闘タイプ、モカザルは進化したことによって、炎格闘になったので、格闘タイプの技のマハパンチは威力が 1.5 倍、さらにマハパンチは先制技なので、素早い敵のポケモンにも先手で攻撃できる、ね、そうですね、活躍するよね。実際この後すごい、とちつもなく素早さの速いやつ出てくるけど、そいつよりも先に攻撃することがまあできると。メザパ消されて草って書かれてる。マジかよ。今はどうしようもないですね。ということで、これは金銀からですね、まあ、無駄トレーナーというまあ概念があるんですけども、まあ、キョロちゃんって、まあ、通称呼んでるんですけれども、道中の中でですね、上向いたり下向いたりといろんな方向を向いているトレーナーがいるんですが、避けられるトレーナーが存在するんですね。でそれに見つかってしまうと、まあ、我々では無駄トレーナーとか呼んでたりしますね。そうですね、うん、これは避けるか避けないかで全然タイム変わってくるんで。そうですね、今回の場合は、まあ、おそらく25秒から30秒ぐらい、時間を持ってかれたんじゃないかなというようには思います。さて、
1番目のジムを倒したことによってここで岩砕というのを使うことができるようになっています。なので先に進むことができると。さあここもおいおいそう勢いよくいきましたね。かおりちゃんですねこれ。うん、僕何回当たったか分かんないぐらいでいきますね。はい、まあ、そんなに強くはないんですけれども、まあ、時間がね、持っていかれるということで、今回尺が短い、尺がなくて焦っているというように言ってこう無駄トレーナーにどんどん当たっていく。慎重にいくかちょっと悩んだ。今のは僕も止まってたかな。まあ、ここで PP がずれるっていうのはあまりないので、ガンガン倒していきます。ちなみに乱数調整がここまで成功しているとこいつらの NPC の動きも完全に固定できるので、すごい、こういったことも起きえなくなります。もう当たる、避けるのも必然になるんでね。なるほど。お花、ソノータウンですね。ソノータウンについて、隣にいる発電所にパパがいる女の子ですね。でなんか宇宙人みたいなのに囚われて、パパが困ってるっていうんで助けに行きましょうという、話になっております。左上の方のその後の花畑に向かいます。どうしよう、これで無駄取り全部当たったら笑うな。無駄取りむしろ当たっていく。ん？むしろ今から全部無駄取り当たると2人で終わりだよね。ちょっと誤動作すれば4人ぐらいに増やせるけど。あ、何でも葉っぱって言った、まあ、今回も一つですよ。タイプ相性ご存じない RTA プレイヤーともあろうものが。おっと、キノコを打ちましょう。なんで打ったんだろうな今。まあちょっと手違ってね。ちなみにあの今のダイヤモンドパールは下画面がですね、こうあの技選択になっているんですけれども、十字キー A ボタンとかで操作するよりもタッチで操作した方がちょっと早いなっていますので、プレイヤーは DS の画面をツンツンとつつくという形になっております。カバンの操作でも少しあのタッチを使った方が早い場面もあったりしますので、十字キー A ボタンとあとは下画面とうまいこと、使い分けながら進んでおります。他の作品だとね、下画面タッチすることでメッセージを進ませることもできたりするので、 A ボタンを押しながらさらに下側の画面をいっぱい連打するというようなゲームスタイルを取るやつもあったり、 3DS 系だね。そうですね、XY からメッセージを下画面で進められるので。サイクリングロードに無駄取りいっぱいいる。まだいっぱい可能性としては、無駄取りに当たる可能性としてはありますね。ちなみに今までの無駄トレーナーの当たり率は 100% ということで。そうですね、素晴らしいですね、はい、うん、悲しいことに予定タイマーそれは全部避ける、全部じゃないな、一人ぐらい当たってもよかったんですけど、僕も頭の中で計算したときに一人か二人ぐらいなら無駄取り当たってもなんとか予定時間に収まるなって思ってはいたんですけれども、もう2人当たったんでここから先は全員よけで行きたいところですね。行きたいですね。さあ谷間の発電所ということで、金曜日になるとね不安定が出てきますけど、今日は日曜日、うん、不安定はいない。まあ、そうそう、こいつの日付は全然違うけど、ね、DS の中が何曜日かはわからない。日曜だっけな確か、これ今 DS の日付がその乱数調整する関係で、うん、2099年の、12月13日とかになってて、12月13日、12月31日で明日だったらすごかったな。そうですね、うん、何年前。フワライドさん、怪しい風はやめてください。ポケモンのダンジョン、不思議なダンジョンでフワライドが怪しい風するとすごいことになる。ニャルマは可愛く進化するんだろうな。そうですね、今すごい可愛い猫みたいなポケモン人気ありそうですよね。そうですね、うん、まあ、進化したらそれはそれはまあ美しい猫ができるんだろう、猫ポケモンになるんだろうな。
さあこいつも無駄取りなのであっち向いてほいって感じなんですけど、はい、さあモモの実は持ってることで毒を治すことができる道具になりますマジで嘘でしょ。いやこれはこれは今はどうしようもないですね、うん、しょうがないね。何も操作間違えてないんで、操作間違えてないっていうか、だってどうしようもないもんね、うんうん、しょうがないねこれはね、うん、こういうのが嫌な場合は初代をやりましょう。初代は絶対に敵置けないんで、ね、敵置けないんで、うん、でこういうのが嫌な場合は、こういうのが好きな場合は第2世代をおすすめしますね。金銀やりましょう。めちゃくちゃ当たります。めちゃくちゃ当たるよね。そう、金銀はトレーナーの振り向き判定が2フレームに1回あるっていうわけわかんない仕様なんで、主人公が一歩歩く間に4回回るんだっけ。4回振り向き判定、4回振り向くんで、あれ笑いますね。ちなみにそれで今世界記録取るってなったら全部避けるしかないです。世界記録はなんと全部避けてる。もう運なんですけれども、完全に運なんですけど全部避けてくるっていう、もう世界記録はもうやってきてるんですよね。ちなみに今朝自分も金銀やってきたんですけれども、1回だったかな、うん、なんとか、まあ、ちょっと避けるコツみたいなのあったりするんですけど、そうですね、まあ、それは去年やったんだよね。去年の我々の組み合わせでやった RTA in Japan 2 の、 動画を見ていただければ、そうですね、アーカイブ見ていただければ僕が解説してるんで、ちゃんと解説してると思います、はい。なんか DV に、ね、あれなんかこれさっきの猫と色合い似てるけど、なにこれ、でかくない？でかいですね、うん、進化するとさっきのニャルマーってやつ進化するとこんなになっちゃうの？リサゲロマッハパンチで倒す無理でない、無理か。岩倉切った技で 50% だよね、防御下がるんですよね。 50% の確率で防御を下げるんですけど、はい、下げれなかったんで防御を下げてからマッハパンチです。ちなみにこいつの素早さがすごく速い。そうなんですよね。でもマッハパンチだと結局それをさらに上に行けるんで、一撃で倒してるということですね。さて時間的には27分45秒。頑張ります。いけるん、あと30分だよな。かかる。あ、なんで？あ、2回喋っちゃった。話しちゃった。勢い余ってボタン連打しすぎたね。あのくるくる回る森の前のくるくる回るトレーナーの目の前通って最速で入力するとできる。集中してるさあ保険で回復したら26で僕だったら突っ込んじゃうんですけど、さあこいつも無駄トレーナー避けた。ああもう初避け、初避け、ひどすぎる、初避け。あのぐるぐる回ってるトレーナー目の前通れる、通れるの、うん、最速で入力するとちゃんと。もうここら辺も乱数調整してる動きしか僕も知らないんだよね。なるほど無駄トレしてパチ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 来てるよコメントの方も。まあでもさっきのやつが一番時間かかるから、うん、よかったですね。そうだね、さっきのやつはワンリキと石つぶてで合計4体ぐらい出てくるんだったかな。そうです、ね、しかも目覚めるパワーもう消しちゃってるから忘れさせてるんで、うん、クソ時間かかるんで、ね、まああいつにかかんなかったらいいかな。さあここでもダブルバトルで、今回はパートナーでラッキーがいるんですけれども、このラッキーが、まあ、あまり仕事はしないんですけど、虫用の方をね、虫取り少年の方を倒していきます。一応 HP を表示させておきましょう。ラッキーレベル 15HP100 高い、すごいな。まあいいでしょう。このスパークが結構、待ってめっちゃ入ったのお前、結構火力になるんですけど。そうですね、いいねお前、このパチリスがスパークをこのモーカゼル方面に打ってくると結構ダメージが入って、あと麻痺になる可能性があるんですよね、麻痺になるときついですよね、はい。あと硬いんでできるだけタモン爆弾をパチリスに当ててほしいんですけど、パチリス削っといてほしいですよね。それがいいんですけど、レベル上がるの早っ、めちゃくちゃ敵に当たってるから、まあ、さあスパーク食らって卵爆弾外れる、まあ、卵爆弾の命中率悪いですからね。そうですね、ラッキーが倒れてるとこ見たことないけど、僕ラッキーが倒れるの見たことない。
そうですね、そういえばこのパチリスっていうポケモンは世界大会優勝しましたね。ああ、そんなこともありましたね、それは。あれはすごかったな、2年前、3年前とか。やめて。対戦の方はだいぶ離れてしまったんで疎くなってしまったんですが、昔は僕も対戦やってたんですけども。でもポケモンのあれってやる上でポケモン対戦の知識はまあ必須ですからね、結局。必須なんですけれどもね、ポケモン対戦やってるとめっちゃ。ああ、急所当たって倒れてますね、これ。ラッキー倒れてるの初めて見たこれ、俺もラッキー倒れるの初めて見る。よかった、これ実は戦闘終わったりしねえかなと思って今一瞬わなんないよね、マルチだから。この指止まれるとほっぺスリスリと怒りの前歯と。さあ、カイングルマ覚えました。炎タイプで、あれ、これ何忘れさせるんだっけ、待って。え、火の粉じゃない、マッハパンチだ。マッハパンチ、そうか、マッハパンチでいいのか。威力60の物理技で炎の技ですね。モーカザルにとってまあ非常に優秀で、あ、モーカザルなんですけれども、まあ、素早さが高めで攻撃力も高めということで、やっぱりあの RPG なんで、先手を取ってて相手を一撃で倒すっていうのが一番早く戦闘を終了させる方法になりますの で、 そ、 です、ね。それに適したステータスを持っているという形になります。で、普通はこんな段階でカイングルマを覚えないんで、この戦闘ではすごい頑張ってケイシーたちを倒すんですけど、カイングルマがあるとこいつら瞬殺できますね。もうそうですね、カイングルマあれば一撃で。ちなみにこのラッキーが卵爆弾を急所に当てるとケイシーが倒せる乱数がある。そうですね、時々倒れない、時々倒れる、まあ、そもそも急所に当てるといけんけど、まあ、無理なんですけどね、全然出ないんですけど、一回だけ僕引いたことありますね、はい。まあ、そもそも外しますね。当たらない。そもそも命中が85とかだったかな、卵爆弾。75じゃなかったっけ。75、全然当たらないね。当たんない、威力低いのに。メガドンキックと同じ命中率で全然当たらない、そんな強く技ではないですね。で、虫除けスプレー使って、スイッチの方では明日、ダイヤモンドパールのグリッチレス、今度はバグなしでやる方がコメントをしてますね。そうですね、ちょっと僕みたいに塩化調整をミスんないと思うんで、てか僕はなんでミスったのか今まで理解してないんで、ちょっと後で聞いてみます、詳しい人に。さて、白帯シティにつきまして、もうジム直行ですね。ジム直行します。2個目のジムになります。2個目のジムのタイプは草タイプなので、炎タイプのモーカザルは非常に相性が良い。火炎車を覚えましたんで、火炎車をボコボコ打ってるだけで勝てちゃうと。そうですね。で、ジムトレーナーはこの中迷路になってるような中に、いろんなところに、1人ずつ出てくるので、それを探しながらって形になりますね。割とこれ見つかりづらくて、自分最初だいぶ探したな。初見の時は結構僕もかかりましたね。だいぶ難しかったこれ。33で、このゲームやってる方だったらなんとなく想像がつくんですけど、もうすでに33分なわけですね。まあ、僕がいろいろミスったっていうのはあるんですけど、それでもどう考えてもあと30分とかで終わるようには思えないですよね。今バチ2個ですからね。そう、バチ2個ですからね。普通にポケモンといえばバチ8個取ってポケモンリーグに挑戦してっていう、そういうストーリーですから。そうですね。しかもこれまでバグらしきもの何も起きてないっていう、単にストーリー攻略してるだけですからね。単純に計算してあと4倍、ということはまだ全然かかる、全然かかってしまうかも。本当にこれ終わるんですか、1時間で。どうですかね、乱数調整ミスっちゃいましたからね。乱数調整ミスりましたから大丈夫ですかね、これ。さあ、2人目いきましょう。2人目はスボミーとそう、ね、スボミ全部同じ、全部スボミ。でもちょっと敵のステータスは違う。そうなんですよ、それが意外と細かい差分わけですね。火の粉使った方がいいのか、火炎車使った方がいいのかみたいな。そうですね、火炎車6文字で火の粉3文字ですからね。その3文字の差はでかいです。でかい。ちなみにですね、ライブの方の視聴者数がね、5860だって、すごいね。で、この2体目のスボミだけ火の粉で倒せますね、この個体だったら。で、他のやつは、まあ、火の粉で倒せる時もあるんですけど、倒せない時もあるんで、まあ、そしたら無駄なリスクを負ってるだけなんで、火炎車を打つだけでいいと思います。
て2人目のジムトレーナーを倒しました。全部で4人、ジムトレーナーを倒して、ジムリーダーへの挑戦という形になりますので、あと2人です。でも今完全に敵を虐殺してるだけなんですよね。もうあまりにも有利なんで、タイプが。そうですね、圧倒的に有利なんで、ひたすら有効な技をガンガン打つだけでストーリー的には進むことができるんです。プラチナは割と強いんですよね。プラチナ強いですね、うん、そこがなんかこう考えられて、だいぶ強く設定されてて強い。そう、あとまあこのゲーム AI がとてつもなくバカなんですよね。普通のポケモンって、まあ、ある程度 AI に法則とかあって、なんか効果の抜群の技を打つとか、いろいろ敵、それゆえに敵の行動を誘導できたりするんですけど、そうですね、このゲームはすべての技が 25% ずつでしか打たれないです。均等な確率で全部打ってくるんで、ポケモンリーグのチャンピオンもそれです、はい。まあ、それはそれでチャンピオンはそのせいでとてつもないことになる時もあるんですよね。まあ、そうですね、はい、実はそっちの方が逆にやばいっていうのはありますね。逆にやばい、うおいちょっと待てってこうなるんですけれども、まあ、それにこう敵側の行動が強くないからっていうのに、甘んじて行動するっていうのも時にはありますね。一つだけ打たれたくない技があって、残りの3つは全部大丈夫みたいな時に 25% 引いてクソ打たるみたいなのありますね。そうですね、まあ、あとはチャートを組む上でこれを引いて引かれてしまった場合どうしようっていうのをチャートを考えるのがとても大変なんですよね。そうですね、検証するにもその 4分の1を引かないとその状況を作り出せないので、その状況を作り出して、じゃあこの場合はどうする、この場合はどうするっていう、まあ、細かい分岐、をやらなきゃいけないんですけども、そこら辺は調べれば出てきます。さて、ジムリーダーのナタネということで、まあ、ジムリーダーなんでね、やっぱり、まあ、多少は、そうです、多少は強いんじゃないかなとは思うんですけども、シェリンボ可愛いですね。はい、サクランボのようなポケモンです。あ、一撃。一撃ですね。あら、一撃。効果抜群。さあ、次だね。二体目。アナエトル。あ、これなんか亀みたいなポーズなんで、耐久力高いんじゃないですか。そうですね。うん。なんかすごい物理耐久が高そう。耐久力高そうな。ちょっと残ってなんか嫌なことされたり。お、決まった。あ、一撃。じゃ本当にちょっと残って嫌なことされる時があります。あ、一撃か。あいつがリフレクターって技を覚えてて、そうすると敵の物理耐久を2倍にする、うん、技なんですよね。あ、なんかすごい左右に分身した。強そう。これは絶対強いですよ。強そう。とりあえず睨みつけておいて、威嚇しておきましょう。威嚇しといて。草結び。あれ？あれ？ちょっとしか暗くない。火炎車。ドーン。ドーン。ということで、これは弱いですね。一撃で倒して。2個目のジムバッジ獲得になります。ありがとうございます。しかしもう38分ですね。時間的には38分40秒、あと20分で大丈夫なのか。先ほどのロズレイドはですね、特殊攻撃が125ですか、種族値レベル125。あ、なんでまたやっちゃった。いや、特防も割と高めに設定されてるんですけど、物理耐久が低く設定されていますので、まあ、今回の火炎車は物理技なので、より、レベルもあるんですけれども、最終進化なんですけれども、より大きなダメージを与えられるという形になりますね。さあ、ここで手札をすべて山札に戻して、山札からカード6枚引きそうな女の人が、そうですね、一時期とてつもなく高騰したカードが出てきましたけれども、カードじゃない女の人が出てきましたけれども、はい、シロナさんからですね、居合斬りのヒデマシンをもらいます。居合斬りは今、マップの真上にある、細い木をですね切って、その邪魔者をどかして、奥に進むことができるということで、まあ、一応回復しとこ絶対いらないんだけど、何が起きてもおかしくないで、念のため、はい、まあ、まあ、ついでなんでね、うん、普段だったら HP20 とかでも回復しない気がする、まあ、ここ突っ込んでいいと思うよね、ここね。あー、危ない。ここ真ん中入っても、まあ、ちょっと、ロスはするんですが、まあ、話しかけた方が早いので、絶対に叩かなきゃいけないトレーナーっていうのはもう分かっていますので、話しかけた方がタイム的には
速くなります。あと今のところだと真ん中行くとダブルバトルになっちゃうんじゃないかな。1匹しか持ってないからダブルにならないけど、うん、あ、なんないのか、うん、そう、普通に自分がやってたら、自分だったらビッパとか手持ちにいるからダブルだよね。ダブルになっちゃうけど、今1匹しかいないから1人ずつ近い方から1人ずつになる。さらにあるまで火炎車ドーン、レベル差が、ね、ある程度ありますの で、 そうです、ね、ポケモンのダメージ計算は思っている以上にこのレベルですねの数値の参照度がすごく高いので、レベル1上がるだけで絶対倒さない敵が絶対倒せるみたいな時もありますからね。そうですね、 50% しか倒せんかったのが1レベル上がったから 100% 倒せるようになるとか、そういうぐらいにレベルっていうのが大きくなるので、そのレベル差が大きいということは、まあ、とても戦闘がスムーズに進められるということで、ここまでバグなしですけど、本当にこのゲームグリッチドなんですか。グリッチの要素いまだになんかバグの要素、いや他のゲームでしたらなんかこう、まあ、確かにバグをちょこちょこ使って早くいきますね、うん、なんか海の上を後ろ向きながらスーッて滑ってるとか、壁をすり抜けちゃうとか、なんか今までいろいろ今までのこの RTA in Japan 3の中でも出てきましたけれども、もう40分50分ぐらいまだバグのかけらもない。まだかけらもないですね、うん、大丈夫なんですかね。このカテゴリー考えた人は大丈夫かな。あ、もう本当にこれグリッチドっていうカテゴリーなんでしょうか。さあ、アットトレーナーはこのビル3人ですね、白帯ビルということで銀河団、の占領されてる、ビルをですね救いに行くということで、まあ、ありがちですよね、ポケモンの世界ありがち、うん、この間ポケモンセンターに行ったらですね、売ってました、悪の組織のコスプレをしたピカチュウのぬいぐるみですね、こういう売っておりました、こういうのが。ということでこの銀河団のやつ、今回 RT in Japan 3でダイヤモンドパールで出るということで買ってきました。マグマ団とかアクア団とかね、第3世代のルビーサファイアの悪の組織とかロケット団のやつとかもあって、サカキとかあとマツブサとかね、そのボスのやつもあったんですけど、ピカチュウの、まあ、銀河団のボスのやつだけちょっと見当たらなかったんで買えなかったね。フラダリのやつとかあったんですけどね、はい。モーカズルが強すぎますね、全て敵をバンバンし続けるっていう、ひたすら画面の方はポケモンを、出てきたポケモンをひたすら火炎車で倒していくということですね。カイングルマといえば金銀からあってね、一番最初自分はマグマ嵐、金の嵐使ってやってたんで、その時でカイングルマを覚えた時もカイングルマ強いって使ってましたね。そうですね、確かに、うん、モーカザルのカイングルマも強い。ショートカット開け、ん？解放忘れてない、なんかどっかのゲームでやってましたね、今朝見てました。あ、そうですね、ちょっと残念だったプレイがということで、これが最後のトレーナーという形になります ね、 そうですね。これを倒すとこのビルは作ることができるということで、2人目の幹部ですね、ジュピター。何人いるんですかね、幹部は。幹部は何人いるんですかね、まあ、ロケット団でもまあ3人ぐらいいた記憶があるんで、よし、火炎車で急所に当たった。これは無駄急所ですね。これは無駄急所ですね。あの急所に当たったというテキストが、その表示分がちょっと無駄ということ で、 あとゲームによっては倒しちゃいけない段階で倒しちゃって積んだりしますね。そうですね、ロシアとかは複雑だったりするんですけど、本当にやべえ時とかありますね。あ、炎幕はまずい。命中率がこれが3分の2なのかな。そうですね、違う、4分の3だ。毒浴びた、毒は桃の実を先使っちゃった。当たりはいいんだよ、当たりはいいんだ、はい、おっと当たったん、嫌な音からの、待って待って、負けたくないよ、辻斬りが急所当たったら負けるぞ。辻斬りが当たった、当たりたんで倒しました。え、倒してない、おっと倒れるのこれ、まずいまずい、待って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 、非常にまずい、待てよ待てよ、あ、危ねえ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 。僕今にらみつける打ったよね、にらみつける、え、打ってたでしょ、にらみつける、にらみつけるを外したらしい、見てなかった。あ、なるほど、うん、煙幕でにらみつけるらしい、無能だった、申し訳ない。にらみつける当たってればな。
さあここで、この男の人ですね、おじさんで。ちゃんと買ってあるんで、毒消しは。毒直す必要ないって。まあいいか。いいんじゃない？え、いらなくない？だから HP1 で残り。え、でもなんか、あの画面が出るの嫌じゃない、うん、ってだけなんだけど。あ、そういうこと？うん。でもメニュー開いて毒消し使う方が時間かかるかなって思ったけど、まあ、プレイヤーの好みの問題なんで。そこで、ポケモンセンターの隣に、決して A を押さずに、そう、もう B しか押さない。ここ B しか押さない。探検セットもらいます。探検セットね、皆さんご存知かと思うんですけども、とある、道具を使ってですね、探検セット地下に行くことができて、移動すると、なんか謎の場所とかいうのに突入することがまあできたりしてね、なんかいろんな場所にワープできたりする道具ではあるんですよね。はい、この探検セットもらいました。探検セットもらって、さらに自転車もらって、この後、ルートですけれども、3番目のジムの方はこの下サイクリングロードをがここにあるんですけれども、まあ、ちょっとこのサイクリング道は移動難しいんですが、サイクリングロード抜けてうまくやると全部敵を受けることができます。あれ？おっと？おっと？おっと、なんだこれは？ちょっと下手。おっと、なんだこれは？普段と状況が違いすぎる。さあ、特殊な移動入力を。特殊な移動入力して。できない。このマップが崩壊している。できてない。マップが崩壊している。おっと、OK。いった。マップを崩壊して探検セットは全く使わず自転車でバグらせていく。さあ207番道路どこなんだここは。さあ黒金シティ抜けて、さあ、本来ですと普通に、サイクリングに乗っけるとその下でイベントが発生してしまうので、そのイベントを今バグ技を使うことによって、回避して黒金シティに、到着したということなんですが、まあ、あんだけだったら元取れてないけどね。そうですね、あんだけちょっと失敗してしまうと。さあ寿して戻ってまいりましたけれども、ストーリーは本来は寿してから右側に行くんです。あ、さあうまくいった。さあ所定のマスを踏んで、マップを崩壊させて、さあうまくいきましたね。さあレポートを書いて、これちょっと時間かかるんですね、一番最初の。DS の入力リセット、ソフトリセットします。そうすると今、真っ暗な画面になったんですけど、実際本当はどこにいたかよく分かります。マップの読み込みが、ここで行われます。ポン。どこさあ、どこを走っているんだ。その花畑、帳デパート、建物の中らしい。さっきまで花畑にいたのに、あれれ、どういうつながり方してるんだ。さあまたレポートを書いて、またマップの読み込みをさせます。そうですね、またもうどういうことって感じですよね。ちょっと後でちゃんと説明します。さあマップを読み込ませて、あれ？ポケモンリーグ？あれ？ポケモンリーグ？バッチ2個ですよ、まだ。あれ？ポケモンリーグって、うん、もうゲームが終わる場所ですよね。そうですよね。四天王がいて、倒してチャンピオン倒して殿堂入り。でもまだポケモンリーグ中にいるだけですよ。うん、中にいるだけ。あれ？おや？この BGM は、この BGM は七かまど白だ。殿堂入りの部屋、すごい。ということで、殿堂入りしました。すげー。この2時間32分っていうのはあれですね、ダンス調整成功した状態で放置し続けててプレイ時間が加算され続けただけですね。そうですね。あ、タイマーストップ、そうですね、すいません、僕が忘れてました。止めてもらって大丈夫です。
で、ここからはまあエンディングと。エンディング流れた間に何をしたかを説明しましょう。まず自転車に乗って、なんかぐちゃぐちゃぐちゃって特定のマスで、そうでエネルギー補給しましょう。最後彦猿が頑張ってくれたんで。で実際に、自転車に乗ってマップのロードする場所があって、そこのラインをぐちゃぐちゃなんか高速で移動すると、下方向にあるマップを上方向に読ませることができるんですね。そうすると下方向のマップが、まあ、真っ白とか真っ黒みたいに虚無になって、もうわけわかんないところに行けるようになって、それでイベントをカットしたり建物の中に入ったりします。で実際さっき寿式の中で建物の中に埋め込んで、建物の中から外に出ることができるんですね。そうするとなるほど、そうするとアウトオブバンズ OB みたいなところに行けて、うん、もう画面が真っ暗で謎の場所みたいなところに行けるんですね。でそうするともうあとはなんかメモリ、ちゃんと説明するとかなり時間かかるんで割愛しますけど、さっき の, あの真っ暗な画面でセーブしたりしてるのはもうメモリの海を主人公が歩いてるみたいな感じで、うん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 、それで突然自分のここら辺にゲームを終わらせるマスを呼び出してるわけじゃないですけど、まあまあ、そこにうまく移動して入って終わりっていう唐突のカテゴリーですね。うまそう、バナナうまということで、どういうカテゴリーでした、よかった、めちゃくちゃ具だったけどちゃんと終わった、ね、そんなに書かなかったです、はい、よかった1時間超えるかと思ってたんで。ということで、グリッチドエニーパーポケットモンスターダイヤモンドパール、これにて終わりになります。明日はまたあのグリッチレースということで、このバグ技なしのダイヤモンドパールの方が、別の奏者さんでありますので、そちらの方もよろしくお願いします。お願いします。本日はあ危なありがとうございました。